おはようございます。はい。おお、博物館。これは楽しみだ。うん。いや、いいね、24時間。偽物ね。うん。ちょっと不便だよね。8時か。おう。うん。博物館？たぬき商店か。セレモニーは。はい。まあ今日はね、こんな時間からやるつもりはなかったんですけど、おはようございます、ピンさんです。株をですね、買おうかなと思いまして、ちょっとね、株を売ってる子を先に探します。あ、こんなところにいた。結構探した。どうも。うん。そうだね。91ベル。まあ、買いましょう。まあ、買えるだけ。740か。いいよ。うん。まあそうだね、100ベル以上になればね、売ってもいいよね。はい、じゃあそうだね、美術館というか博物館行きましょうか。ね、街もね、結構こうやってマップで見てもらう通り、道を少しね引きました。細い道とかね、あの道の先には何かがあるっていう感じで引いてあります。一応ね、こうマップで見てもなるべく綺麗な感じで敷きたいなと思ってるんだけど、まだね、博物館の前の通りを挟んだ左側がね、ちょっとまだ区画整理の途中なんで少し汚いですけどね。まあまずは博物館行きましょうか。楽しみだなぁ。あ、ここもね、なんかいい感じだと思う、俺は。あと一応、来島した人にお茶のサービスっていうので、ティーセットを置いたんですけど、その後に動線を考えたんですよ。まあ、ここが玄関としてきて、こっから先は博物館もあるんですけど、基本的に住宅街なので、動線としてはここを右に曲がる動線にしました。まあそしてまあ今工事中だけど、たぬき商店があったり、エイブルシスターズがあったりします。で、ここもまっすぐ行くともう、島民のためのスペースがあるので、なんとなくここをね、正面に行って案内所にたどり着くような動線を作りました。ただ、ただ案内所に来て、たぬき地から承認をもらえれば、案内所からはいろんなところに行きやすくなってますね、動線としては。ん？なんかしょうもない話だったな。ああ、なるほどね。焦るなリアクションを教えてもらった。まずは落ち着こう。じゃあ博物館行きましょうか。そ
そう、ここからだったら動線ができてるんで、どこにも行きやすいんですよ、案内所からは。うん、楽しみだな。うん、おはようございます。うん、これはこれはやったぜ。はーい。うん、お、行ってみようか。まだね、そんなにないですよね。1個ぐらいしかないんですけど。あー、こういう感じか。絵画、モナリザ。有名な名画。うん。おー、モナリザってちゃんとあるんだ。ちゃんとこういう風に説明が出るのはいいですね。これアップで見れないのか、残念だな。わ、結構広いというか、結構量があるな。ね。うわぁ、お金かかるなぁ、これは。常吉が案内所のところにいたから、案内所に行ってお金下ろしてきましょう。お金を下ろしたい。まあ、とりあえず、8万ぐらい？下ろして、で、博物館のセレモニーあんのかな？どうもどうも。あ、あるじゃん、セレモニー参加しよう。うん。参加します。おーい。いや、にぎやかだったな。はい、はーい。うん。はい。まあ、やること増えるのはいいことだよね。うん、めでたいね。はい。よー。いや、いいですね。はーい。うん。はい。さあ、まあ、常吉でしょうね。怪しいね。うん。どうもどうもどうも。
あ、なるほど。まあ、行くか。北の浜辺へ来てみてくださいってね。あ、いなくなった。じゃあ北の浜辺行きましょうか。あ、また自生してきたな、花がな。もうね、道を引いたから分かりやすくなりました、ね、ここね。ただな、はしごで降りるのがちょっとめんどくさいんで、可能であれば崖クリエイターとかでね、坂道とか作りたいんだけど、そうするとバランスを保つのが難しいよね。おお、結構広い。はい。おお、珍しい家具。レアな品物か。お一人様一点ずつ。怪しい。レアなものって言っても、まあこの二つは特にいらないな。しなやかな名画。まあ変えなくはないな。ん？じっくり見る。ああ、見返り美人。あれ？でもここに傷があるような気がするな。まあ、この傷込みで、いいやつだったらいいんだけど、ちょっと保留しよう。ちょっと考えます。これは？あー、これもか。値段は全部一緒か。え？あー、びっくりした。桁が違うのかと思った。わかんないな、本物かどうか。この絵を見ること自体初めてだ。なんかでも違う気がするな、保留。いやいやいや、ちょっと待って。これ難しいっすね。まあ、これは特に変なとこなさそうだけど、まあ保留。ちょっと考えます。これは？緻密な名画。安すぎんだよな。
これは若冲？わかんないけど。なんか変なところなんかないように見えるけどな。ちょっとこれを買ってみよう。買った。なるほどね。でも他のやつは買えないんだ。そうだよね。遠慮しとく。じゃあもういいかな。買うもん他にないもんな。怪しいな。しかし、じゃあね。ありがとやした。怪しかったわー。まあ、とりあえず、じゃあ、自宅に行ってみようか。届いてるかな？あ、届いてないね、多分ね、これは。届いてないわ。ハッピーホームアカデミー。ああ、ランク S。マール。私、お料理が大好きなので、キッチングッズにはこだわってるんです。最近新しいのに買い替えて使わなくなったアイテムがあるので、もしよかったらもらってください。はい、もらいます。ハッピーホームアカデミーはラタンのソファー。こういうやつね。まあ、こういうのはね、なんか外に置いててもおかしくない。ソファー。やっかん。やっかん、いらないっすね。まあ、別にっていう。まあ、マールの家、めっちゃ僻地に飛ばしちゃったからな。マールね、今、家、ここなんすよ。ふふ。ま、一時的にね。ちょっと区画整理の関係で、移動しないといけなくなったので。まあ、今日はでも、あと区画、区画整理して終わりかな。あれだね、シベリアもさ、スカート履くと女の子みたいだね。これいらない？ああ、そっかや。ドアプレートがあるから。そうなー、エンブレムなドアプレートあげよう。おーい。はい、学校の椅子。まあそこまでいらないっすね。じゃあ区画整理しようか。まあ、いきなりだけど、リカルドの家をね、区画整理します。任せておけ。高い。はいはい。場所はですね、マールの家があった、まあ、ここですね、ちょうど。バッチリ。めっちゃ見られてた。
ゲイ。やったぜ。であとはマールのうちかオズのうちもここに立てて、ちょっとずつ前にずらして、こっち側の住宅街をね整備していこうかなと思います。うん、まああとやることは特にないかな。レイジが来てれば花の苗とか買っておきたかったんだけど、意外と来ないんだよね、レイジがね。うん、まあこんなところでしょうね。多分美術品も明日とか届くんじゃないかなと思うんで、はい。でまああとは日々のルーティーンをタイミングを見て今日中にやっておこうかなと思います。というところで、ご視聴ありがとうございました。今日がいい日でありますように。ピヌさんでした。